最後はですね、東南アジアをまとめていきますね。東南アジアのね、戦艦機はね、非常に簡単です。基本ね、国名を見て、人名当てていけば終わりなので、まあね、そんなに、時間はかからないんですよ。ね、それじゃあ、ビルマから行きましょう。ビルマで独立運動をやった人はって、聞かれますね。タキン島のアウンさんと覚えてください。ね、タキン島のアウンさんね。まあ、サヤさんを破りますよね。まあ、サヤさんはどうでもいいですね。タキン島のアウンさんね。で、これすごく大事で、アウンさんの娘が、アウンさんスーチーですからね。戦後の東南アジアでは必ず出てきますよね。ミャンマー、ね、まあ、過去ビルマですよね。の、まあ、を民主化しようとした人でね。まあ、有名ですから、まあ、タキントのアウンさん、しっかりね、ここは覚えておいてほしいです。で、1937年に、まあ、ビルマ統治法が出され、ビルマはですね、インド帝国から離れて、ね、完全分離しますよ。ね、インド帝国からっていうのがポイントね。イギリスはですね、ビルマにあったコンバウン朝をやっつけて、インド帝国に併合したもんね。まあ、そこと、ちょっとね、リンクしてるといいでしょう。さあ、次、タイ行きましょう。タイはですね、人民党のピブンと覚えてください。ね。人民党のピブンで、1932年に、タイ立憲革命が起きます。ね。人民党ピブンで、タイ立憲革命と、一気に覚えちゃった方がいいですよね。さあ、次、インドネシア行きましょう。インドネシアはオランダから独立しますよね。後にね。で、このオランダと戦ってるわけですよ。ね。で、特に有名なのがサレカットイスラーム。さっきやりましたよね。サレカットイスラームは商人の、まあ、抵抗運動です。で、商人の集まりと。そうすると、ね。さっきやりましたが、ですね。農民。ね。知識人。商人で。それぞれインドネシアの独立運動をまとめてほしいですよね。農民で、まあ、原始共産社会、ね、原始共産社会ですよね。噛んじゃった。あ、いや、ね。原始共産社会と来たらですね、サミン運動でした。ね。知識人と来たら、ブディ・ウトモですよね。で、商人って来たら、サレカット・イスラームですよね。このインドネシアのね、このオランダからの独立のこの先駆けね、3つね、ここはね、しっかりね、覚えておいてください。で、戦後オランダから独立していきますからね。さあ次。インドネシア共産党はですね、これアジアで初めて共産党ができた国はどこですかっていう問題で出てきます。ね。アジアで初めて、共産党ができた国は、インドネシアです。そうするとですね、このインドネシア共産党も大事なんですけど、もう一個大事なのあるんだよね。問題こうですよ。ね、世界で2番目の社会主義国はどこですかって問題になります。ね、世界で2番目の社会主義国はですね、これは、モンゴルですよね。モンゴルで、モンゴルはですね、モンゴル人民革命党っていうのができるんだよな。で、モンゴル人民革命党の中心人物は、スヘ・バートルと、ね、スヘイコールバートルと、あとはチョイバルさんですね。チョイバルさんが出てきますね。チョイバルさんが活躍して、この後、モンゴル人民共和国ができますね。都はですね、ウランバートルで、まあ、トップはチョイバルさんと、ね、いうふうに、このモンゴルが2番目の社会主義国であると、ね。アジアで初めて、共産党ができたのはインドネシアであると。まあ、ここはね、しっかりね、覚えておいてほしいです。で、インドネシア国民党はスカルノっていう人ね、このスカルノは戦後史で出てきますから、まあ、スカルのね、これ戦後史でもう一回ね、勉強するっていうイメージでいいでしょう。さあ次、フィリピンをやっていきますね。まあフィリピンもね、ちょこちょこ出てきましたよね。ホセ・リサールとかさ、アギナルドとかさ、あったでしょう。ね。
結局ね、アメリカに支配されますが、1934年に、アメリカの議会でですね、まあ、10年後にね、独立させてやろうぜっていうことが決まります。なので、1935年から完全自治が始まって、10年後、独立を約束。この時のね、約束をした人は、フランクリン・ローズベルトになりますね。フランクリン・ローズベルト。で、1934年に決まって、1935年から完全自治になりますので、仮政府を作りますね。これがですね、フィリピン独立準備政府って言いますね。まあ、内容はね、いいですよ。ね。ポイントは、10年後に独立を約束した、フィリピンのね。この時の大統領はフランクリン・ローズベルトであると。まあ、こうね、覚えておくといいでしょう。さあ、ベトナムに行きましょう。ね。ベトナムはですね、これフランスから独立しますよね、戦後ね。ですね。で、ベトナム青年革命同志会というのができるんですが、これが母体となってですね、後にインドシナ共産党というのができます。ね。インドシナ共産党のリーダーは、ホーチミンですね。このホーチミンも戦後指定を出てきますね。なので、この東南アジアの独立運動はね、戦後史でも一緒になって出てきます。ここだけ出すとね、ボリュームすごい少ないんですよ。なので、東南アジアの戦後史と絡めて出てくるので、まあね、ちょっと今日は量が少ないですが、戦後史になった時にここら辺を、まあ思い出せるといいですよね。あ、ビルマって来たら多金党のアウンさんだったよな。ね。タイって来たら人民党のピブンだったよな。インドネシアって、まあ、サレカットイスラームが一番出るんだけど、まあ、サミン運動とかブディウトモもあったよな。ね。で、戦後になるとこのスカルノっつうのが出てくるよと、ね、いう話でした。で、フィリピンはアメリカが支配してたんですが、10年後に独立させてやるよって言ったのはフランクリン・ローズベルトだったよな。ベトナムって来たらホーチミンだよな。っていうね。ここら辺をね、しっかりね、押さえとけば大丈夫。さあ、このベトナムね、日露戦争の影響をすごく受けた国としても有名ですので、そこね、ちょっとね、押さえておきましょう。日露戦争っていうのは、まあ、アジアの奴らに、このね、希望をめちゃくちゃ与えます。ね。あんな弱かった日本が一流国のロシアを破る。ね。僕たちも日本から学ぼうぜっていうことで、1904年にですね、明治維新を真似るためにね、ファンボイ・チャウが中心となって、維新会っていうのが結成されます。ね。ファンボイ・チャウが中心となって、維新会が結成され、彼らの狙いはこうですよ。ね。日本に、から、まあ、近代化のコツを学び、ね、僕たちもフランスから独立をしようという話なんですね。で、日本からいろんなものを学ばなきゃいけないので、ベトナムから留学生を派遣します。ベトナムから見ると、日本は東側にありますので、東に遊ぶ運動と書いてですね、ドンズー運動って言いますね。ドンズー運動ね。これね、日本への留学運動です。ところがね、このドンズー運動ね、失敗するんですよ。ね。これなんでかっていうとね、日仏協約っていうのがあるな。フランスがね、日本に圧力かけるんですよ。でね、ベトナムの、まあ、留学生の受け入れを拒否しなさいって言うんだよね。で、日本的にはさ、別にね、みんなに勇気を与えるために日露戦争に勝ったわけではないわけですよ。ね。別に日本のエゴで勝ってるわけで、別に日本なんてサラサラですね、アジアの奴らに希望も減ってくれもないわけですよ。そんなもん与える気サラサラないですからね。日本からすると、まあそんなベトナムたちを助けるよりも、フランスと仲良くした方がいいよなっていうことで、フランスの申し入れを受け入れ、ベトナムの留学生を拒否るんですね。これによって失敗します。ただしですね、この独立運動の流れはですね、まあベトナムにですね、脈々と流れて、1922年には、この維新会が母体となって、ベトナム幸福会っていうのが作られます。このドンズ運動、しっかり覚えてほしいんですが、ドンズ運動の他にもですね、これもね、ちょっとね、覚えておいてほしいのね。ですね、日本に来てですね、まあ、いろいろ学ぶ奴らがいるわけです。で、帰ってですね、まあ、日本のある大学を見習ってですね、まあ、自分たちも学校を作ろうぜって言って、学校を作るんだよね。さあ、真似られた大学はですね、
福沢諭吉が作った慶応義塾なんですね。なのでこの慶応義塾を真似てトンキン義塾っていうのが作られますね。このトンキン義塾のですね、中心はですね、ファンチューチンっていうですね、ファンイコールチューイコールチンね、ファンチューチンっていう人が有名です。まあ他にもいろいろいますが、まあファンチューチンでいいですよね。さあ、このね、ドンズ運動よく出ますから、まあしっかりね、覚えておいてください。あとですね、インドネシア、ここにもね、女性解放運動の先駆者がいるんですよね。まあね、女性ですから、よく出ますから、覚えておいてください。インドネシアで女性解放のために頑張った人はって聞かれたら、これはカルティニですよね。カルティニね。カルティニと覚えておいてください。さあ、東南アジア、たくさんでもないんですが、人だよね。とにかく人ですよ。アウンサン、ピブン、ね、スカルノ、フランクリン・ローズベルト、ホーチミン、ファンボイ・チャウ、あとはファン・チューチンですか？で、あとはカルティンね。まあ、ここら辺の人名しっかり覚えとけば、得点源になりますから、しっかりね、覚えときましょう。ね。さあ、裏でですね、ちょっとね、よく出るものを、こうね、表にしてまとめてありますね。ホーチミンとね、スカルノは戦後史で、まあ、出てきますので、まあ、戦後史のところね、軽く、チェックしとくだけでもね、後につながっていきますから、まあ、ね、ちょっと表を見てね、まあ、とにかく人名ですよ。ね、業績を見て人名ね、当てられるようにしといてください。